Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud. Y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact. ¡Vamos allá! Thank you.
傷。騎士団のみんなは真面目にやっているのだろうか。雪だ。ブーツの手入れを念入りにな。
行こう、次の目的地。奇遇だね。ちょうど君を探そうとしていたところだった。用がなかったら君に会っちゃいけないのかい？さて、君とゆっくり座って話をしたいところなんだけど、今回はクレイのことで頼みがあってね。上陸する前、僕は稲妻についての話をクレイにたくさんしてあげたんだ。そのためか、クレイは稲妻の文化や人々にとても興味を持ったみたいでね。だけど僕は今回、五河川の肖像画以外にも稲妻での用事がいろいろとあるんだ。しばらくはクレイに付き合ってあげる時間が取れないだろう。さすがにモンドじゃないからね。あの子一人で稲妻を走り回らせるわけにもいかない。だから今のところ用事が済むまでクレイには万国商会で留守番してもらうしかないんだ。嫌とは言わないけど、やっぱり少し寂しそうにしていてね。幸い今は君とパイモンがいるだろう。だから、あ、英雄騎士のお兄ちゃんだ。英雄騎士のお兄ちゃん、何のお話をしてたの？一緒にお外に遊びに行く話？あ、でもアルベドお兄ちゃんは忙しいからあまり遠くには行けないんだ。遠くに行ったらアルベドお兄ちゃんが心配しちゃうでしょ。クレイは本当に優しくていい子だな。オイラだって優しいだろ。毎回おいしそうなスライムを目の前にするたびにお前にも分けてやろうって思ってるんだぞ。わかればいいんだ。でもせっかく楽しみにしてた場所に来られたのに、このまま外で遊べないなんて、クレイかわいそうだよな。おう、何でもできる旅人と頼りになるオイラがクレイに稲妻を案内してやろうぜ。クレイ、栄誉騎士のお兄ちゃんと一緒に遊びに行きたいかい？うん、行きたい。クレイは僕たちの火花騎士だからね。くれぐれもちゃんと守ってやってほしい。つまり僕が言っているのは、クレイをトラブルに巻き込ませないでほしいということだ。例えば稲妻の丘の一角が欠けてしまったり、城内で爆発が起きたりするような、そんなトラブルだ。よかった、安心したよ。アルベドお兄ちゃん、クレイ面白いものを見つけて持って帰ってきてあげるね。うん、楽しみにしているよ。
温度で言うと鹿狩りみたいなレストランのことだな。レストラン？やったー！おやつが食べられる！おう！じゃあ早速おやつが食べられる場所に向かって出発！四角い鉄の箱から美味しそうな匂いがするよ。栄養騎士のお兄ちゃん、これ見て、このヌードル、いろんなものが入っててすごく綺麗だよ。それはこのヌードルなんかじゃなくて牛骨ラーメンだぞ。じゃあ、あのお皿に入ってる黄色くて赤いのは何？それも知らないのか？それは串焼き三種。じゃあこれは？この黄色い小さなケーキ。それは長蘭の卵焼きさ。すっごく美味しいのに食べたことないのか？わあ、牛骨ラーメンに串焼き三種、それに長蘭の卵焼き、すごく美味しそう。当たり前さ。君、外国から来たんだろ？道理で食べたことないはずだよな。俺の小遣いで君に長蘭の卵焼きを一つおごってやるよ。俺たち稲妻のうまいもんを食わせてやる。本当？でも神団長が他の人のものは取っちゃいけないって言ってた。しかもそれってお前の小遣いなんだろ？子供の小遣いを使わせるのはなんだか悪いぞ。俺、君のこと知ってるぞ。ゆいみお姉さんの友達だよな。でも本当に卵焼きなんか作れるのか？こいつからしたらそんなの朝飯前だぜ。クレイと岩尾の二人に卵焼きを作ってやれるよな。本当か？感動したぞ。お前成長したな。じゃあオイラたちはここで楽しみに待ってるな。
ちの鬼。栄誉騎士の鬼。おお、本当にできてる。兄ちゃんすげえ。うん、甘くてすっごく美味しい。うん、うまいな。やっぱ卵焼きは美味しかったけど、やっぱり俺はユイミヤ姉さんの方がすげえと思う。ユイミヤ姉さんって誰？その人も卵焼きが作れるの？ユイミヤ姉さんは何でもできるんだ。物語が話せて、金魚を飼ってて、花火も打ち上げられて、俺たちに飴もくれる。世界で一番すごくて一番いい人なんだぜ。クレイの中ではママが世界で一番すごくていい人だよ。それに他にもまだまだクレイもいい人をたくさん知ってる。アルベドお兄ちゃんでしょ、栄誉騎士のお兄ちゃんに神団長、それからガイアお兄ちゃん。クレイ、まさか全員の名前を言うつもりじゃないよな。君の言った人たちのことは知らないけど、ユイミヤ姉さんなら紹介してやれるぜ。一緒に来いよ、ユイミヤ姉さんのところに連れてってやるからさ。いつもの祭りだとユイミヤ姉さんはすごく忙しいんだ。でも今回は忙しくないから、俺たちとも遊んでくれるぜ。なんかユイミヤ姉さん最近あんまり元気がないみたいでさ、もしかしたら君が来たらユイミヤ姉さんも元気になるかもしれない。うん、一緒にユイミヤお姉ちゃんに会いに行く。一
Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y darle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!